んこんにちは、ポテト大好きじゅんこです。今日も皆さんをあげあげに1分間のワンポイントアドバイスをします。スタート。家にあるものでいいので、このような普通の丸紐でいいです。それを使いまして、お腹に巻いてあげると体の状態がすごく良くなったり、こういう風にちょっと輪っかに、輪っかにして肩からこうかけて、昔ながらのたすき掛けをすることで体の状態が良くなるので、上手に弾けるようになります。また手の甲にこうつけてあげると手が安定してすごく弾きやすく、力まず弾けるようになりますので、家にあるものでいいのでぜひ試してみてください。で、またこの紐を使わなくてもできる方法もいろいろあるので、それは私のレッスンや、講座の方で教えています。あ、1分経ってしまいましたので、ぜひ皆さんもお試しください。わからない方はぜひレッスンお待ち、いらしてくれるのお待ちしています。